たまに君、藤川君の独占 J リーグエクスプレス、しっかりやれよ。喜んで喜べるぞ。藤川です。こんばんは、日本放送の諸岡です。あれ、今日はですね、須波さんはちょっとインドネシア行っちゃってますから、アジアカップでお休みでございますね。はいはい。ということは藤川、諸岡、今日はスペシャルゲストが、藤川さん、はい、来てくださいました。誰？この人。おお、ベルリンの通訳、ジョニーちゃん。マサ、ジョニーちゃん。男好きのジョニーちゃん。何言ってるんですか。いつもですね、あのベルディの試合の時にはですね、ネルシーニョ監督の隣で通訳をしているジョニーさんが今日は来てくださいましたんで、ですから普段わからないビスマルクの話ですとか、アルシンドの話、ペレイラの話、ネルシーニョ監督の話など、今日はね、おはがきなしで聞いていきたいと思いますんで、ジョニーさん、よろしくお願いします。はい、ベラベラ喋ります。独占 J リーグエクスプレス。さて、今日はですね、スペシャルゲストとしまして、ヴェルディ川崎、ネルシーニョ監督、およびブラジル人選手の通訳でおなじみでございます。もう本当におなじみ、ジョニーさん、来ていただきました。こんばんは。早速ですね、ジョニーちゃんにハガキが来てるんです。はい。横浜市の松田君から、ジョニーちゃんに質問です。はい。素敵なジョニーさん、同性愛者をどう思いますか？同性愛者？おう。どうでもいいんじゃない？どうでもいいの、うん、どうでもいいということは、肯定も否定もしないと、しないという自然の成り行きと、そんなね、難しいことあんまり考えたことないんで、僕はあんまりよくわかんないですね。でも藤川さん、なぜジョニーさんに、あえて素敵と思うんだけどね。あえて素敵、なぜジョニーさんにそういうハガキが来るんでしょうね、藤川さんね。増田くんの写真付きの手紙ちょっと欲しいな。欲しいね、やっぱりね。そういうね、全てあのこうハガキが欲しいと、男性からの手紙は特にハガキが、写真が欲しいと、写真付きで欲しいということでございますけどね。はい、そんなこと言った僕言ったよ。そう。さて、まあ、チームの中でですね、非常にこうブラジル選手、ベルディの場合はペレイラ選手をはじめね、ビスマルク選手、アルシンド選手、非常にこう個性豊かな選手がいますけども、そうですね、一番真面目なブラジル人プレイヤーってのはベルディの中で誰ですか？一番真面目は今ペレイラでしょうね。ビスマルクじゃないんですか？ちょっとあの人変わっちゃったもんね。変わっちゃったね。なんかビスマルク、面白いことやるね、なんか。ビスマルクは面白い。うん、面白い。最高に面白いですよ。モノマネがね。モノマネもやるしね。誰のモノマネするんですか、ビスは？選手のモノマネ。例えば広長とか、はい、徳田とか、ええ、あとね、トレーナーの馬場さんとか、藤吉のモノマネとか、武田、とか、ええ、もうリパートリーは結構ねありますよね。はあ、なるほどね。で、賢いモノマネなのね、なんか。そう、賢いモノマネ、パッとやりだしたら分かるっていう感じ、誰やってるかって。はあ、喋ったりしないんですよ、ええ、なんか体の動きとかそういう、あ、その携帯模写みたいな。そうですね。いう感じなんですかね。あの、ビスマルクは日本人のヴェルディの選手の中では誰と仲いいんですか？バカの不女子とかいつも言ってるんだけどね、ビスマルク。バカの不女子。大変失礼だと思うんですね。僕は本当に、不女子はバカはバカなんだけど、そんな言ってらんないもんね。ねえ、いちいちね。いちいち言うほど面倒くさいもんね、別に。不女子選手と仲がいい、ビスマルク選手は最近。最近よくつるんですもんね。いろんなとこ試合終わった後ね、遊び行ったりとかね。そこまでは僕知らないね。僕も知らないけどね。なるほど。じゃあ、アルシンド選手は？アルシンドは思ったよりバカだったね。本当に。ねえ。何考えてるんだろうと思ったら、実は何も考えてなかったりして、ね。一番さ、通訳で困った声、とんでもねえな、お前、そんぐらい自分でやるよとかって、そういうエピソードないの？あると思うね、いっぱい。いっぱいあるよ、例えばどんな、もうこいつもバグじゃねえ、その自分でやれとかさ、自分でなんか。ねえ、女の口説きの電話してくれとかさ。何？お前勝手に口説いて今度自分でやれよとかみたいなさ。それは、じゃあ本番やるときにも自分で来てほしいのかみたいなさ。結構、危ない線の話ですよね、こういうのってね。イニシャルは何？ A？ A だな。A。そうですね。A 選手ですか？ A 選手ですよね。僕今右手でおつむとここう撫でてますけど、A 選手。そうですね。はぁ、なるほどね。じゃあ、あの、例えば通訳やっててですね、ジョニーさんね、ああ、通訳やっててよかったなぁと思うような時ってのはどういう時ですか？通訳やっててよかったなぁって思う時？いろんな時あるね、そういうの。やっぱりよかったなぁとかと思って思うな。でも、通訳やってよかったなよりも、言葉喋れてよかったなと思う方が多いね。あの、ジョニーさんすごいと思うのは、監督とかが喋ってるじゃないですか、記者会見で。で、右で監督喋ってて、ほとんど10秒ぐらいの誤差で、それを日本語で訳してね、同時通訳でしょ。これってやっぱりすごいですよね、藤川さんね、僕らからすると。すごいですよ。ねえ。とんでもないですよ。
とんでもないことやってます。僕はあんなゴールに立ってあんなボールを止めるのすごいと思うんだけどね。それもすごいけど、うん、ジョニーちゃんが新宿の2丁目に住んでるってもすごいよね。新宿の2丁目じゃないの。あそこは北新宿なんです。ちょっと待って。うん、あ、そう。で、帰り道に新宿2丁目を通って帰らないと帰れないと。いや、そんなこと、そんなこともないですか。なんでジョニーちゃん2丁目好きなの ?2 丁目好きじゃなくて、北新宿の2丁目がたまたま重症なの。あ、そう。たまたま、たまたま。たまたまね。うん、たまたま。ひっちゃかめっちゃかになりましたけどね。もう本当にすべて出してるかどうかね、わかりませんけども、はいはい。はい、今日はジョニーさんをお招きしましてですね、ヴェルディ川崎のブラジル人プレイヤーについてお聞きしました。さて、今日はですね、はい、藤原さん、はい、スラミさんの代わりにスペシャルゲストで、ヴェルディ川崎通訳のジョニーさんをお招きしましたけど、はい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 。もう非常にこう、危ない線での話が多かったんで。多かったですね。で、ジョニーさんがですね、今言ってました。恋人募集中だと現在。そうなんですよ。ね、ですから、これは女性オンリーでよろしいですか？いや、男女問わず。男女問わず仲間が欲しい。お友達が欲しいと、いうことでございます。いや、だから彼氏、彼女ってじゃなくて、友達が欲しい。そんな勝手に決めちゃって。欲しくないの？いいの、欲しいね。なんか寒くなると体が寂しくて。さあ、皆さんのお便りは、指番号 100-87、日本放送、独占 J リーグエクスプレス、津波くん、藤川くん、諸岡くんに聞けの係で、もちろん恋人になりたいという方もですね、こちらの方までお便りいただきたいと思います。ジョニーさん、今夜はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。